tell you. はい、皆さんこんにちは、セイナです。ちょっとサボってて久々の動画になるんですけども、ちょっともりもりと話し合って気合十分、エネルギー満タンな状態なので、これからまたしっかりと動画投稿、 SNS 頑張っていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで早速やっていきたいと思うんですけども、はい、まずですね、以前の動画でスカイドームの動画を投稿しましたよね。でその時の、コメント欄で一つ質問があったんですけども、これ僕がおすすめしたね、サイトとかあるじゃないですか、その、まあ、無料でダウンロードできるよっていうサイトですね。そちらの方でダウンロードしたら、おそらく皆さんこの状態なんですけど、この状態だと、テクスチャを変えることができないと。ツインモーション側で 3D ドームをね入れても、その画像変更ができないというね質問をいただいたので、そちらの方一つ答えておくと、まずこういうものはですね、僕的にパッとあるんですけども、こういうのはこうやって開いて、このフォトショップで開いてあげて、そこからですね、はい、こんな感じでフォトショップで開けた後に、もうこのまま何もせずファイルから書き出しでピングとしてクイック書き出しをしていただければ、はい、いいかなと思いますね。それでクイック書き出しして、でこのピングデータとしてね、画像データとして出力してから、こちらのカラーっていうところからモアで、このテクスチャーの部分を先ほどの画像をね、出力した画像に変えていただければいいのかなと思いますので、そちらの方をぜひ皆さんお試しください。ということで今回はじゃあ何をやっていくのかと言いますとですね、まず、3D ドーム、スカイドームね、のやり方みたいなものを僕が多分教えたと思うんですけども、はい、こんな感じですね。おそらく皆さん、最初にダウンロードしたもの、まあ、こんな感じだと思います。で、まあなんかとりあえずこれちょっとかぶっちゃってるんで、大きさだけこうやって書いて、でこれまあいいっちゃいいんですけど、これよく見たらね、こんな感じでなんかラインが変にラインが入っていたり、なんかまあなぜちょっとまあ不自然ですよね。このライトとかね、あまり透け方が良くなかったりとかね、そういうことがすると思うんですけども、こういうところをね今回は解決していきたいと思います。はい、でも早速やっていきましょうって、さっきね ASMR っぽくちょっとやっちゃったんで、もう早速これについては答えていくんですけども、まずですねこちらの方を今のままこれ T を押して、これまたテレピッカーでこうやって押しますと、今のままだとね、なんかデフォルト01でデフォルトとかなんかって書いてますよね。これが良くなくて、これではなく、まずマテリアルを開いてください。マテリアルから一番下行って、一番下のこのトランスなんとかってやつですね、はい、こちらの方をクリックして、こちらの、まあ、基本的にはこのホワイトスタイルフォームっていうものをこちらにマテリアル付与してあげてください。はい、でこちらからまず、モアですね、モアでオープンで、はい、こんな感じでね、好きなマテリアルをこんな感じで貼ってください。すると先ほど見た時にあったようなこのラインとかがなく、綺麗に自然な感じで、マテリアルがしっかりと与えられていると思います。でこういう風になると成功ですね。ここまでいくと、まあ、あとは以前同様ですね、こんな感じで、であとは回転ですね、お好きな回転していただいてですね、はい、この辺が一番リアルっぽく見えるかなみたいな感じでこう回転してあげて、まあ、山は軽く見えた方がいいなとか、はい、こんな感じでやっていただければいいのかなと思います。はい、ということでもう今回もうこれだけになってしまうんですけども、今回は以前紹介したスカイドームについてですね、ダウンロードした後のこのデータをね、はい、画像にする方法、じゃあどうやってマテリアル付与できるようにしてるのかっていうね方法をね、はい、フォトショップに入れて画像にしました。でその後にこのスカイドームの方で、変なラインが入ったりね、ちょっと不自然な部分が出てくるかと思いますので、そちらの解決方法を解説していきました。しっかりとマテリアルを書いてくださいね。このトランスなんとかからホワイトスタイルフォームに入れてマテリアル変換です。でこれ何ができるかというと、これでちょっと色合い、透け具合みたいなのも変えれましたり、もちろん反射とかも変えれたり、色味とかも変えれるんで、こちらの方も皆さんぜひ触っていってあげてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。お久しぶりでした。ちょっと久しぶりでちょっと喋り方おかしいかもしれないんですけども、はい、これからもどんどん動画を出していきますので、よければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回の動画は以上になります。ありがとうございました。